かな滝になっております。神戸市が泳いでるやつ、すげえ。神戸スイムってやつ、あれ右側も流れてる。高度感が、はい、やってきました。こんにちは。こんにちは。暴走の沢シリーズです。本日もまた高岡川にやってきました。今度の選手は初めてですか？はい、初めてです。はい、私は多分これ6回目ぐらいになります。もう大好き大好き沢、奇跡だと思います。はい、では行きましょう。あのトンネルを抜けていきます。でもすごい立派だな。よう、こう手で掘ったんでしょうね、これね。お、あんま少ない。どうした、みんな来ました。入境地点です。でーん、来ました、高川です。今日はやたらとひんやりしています。魚がすごい。雨が降った後なので水量やや多めです。でもあそこも上、棚の上道っぽくあるから開けたと思うんですけどね。一面ある方が綺麗だな。水水一面の方がすげえ、家畜が鳴いている。鹿ですね、これ。鹿がめっちゃ歩いてる。なんかチタンだもんね、これ。歩いています。黒滝に、黒滝にやってきました。やっぱり水量多めです。クライミング、あ、そうか、普通の靴なんやな。今日の黒滝水量多しです。ちょうど今日寒くて行く気にならないです。宮内滝へ、宮内滝の方に行きます。流です、かつての本流ですね。プチクライミング、プチクライミングです。やば、これは滑るな。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。お、車だったら綺麗だろうな、太陽出てたら。はい、ちょうどスポットライトみたいになりますよ。ここは行き止まりです。ただこれを見に来るだけです。あの本当は向こう、さっきの右側行きます。宮内滝です。やはり今日は水が多いから、水がない滝になっております。お、でも水はクリア。この前泡立ってましたからね、なんか滞留しすぎて。まあ登れそうですけどね。宮内滝、もう水量がある。クターみたいなする人すげえ泣いてる。あ、来た、なんだ、なんか飛んでる、いっぱいギャーギャー飛んでるけど分かりません。お、素晴らしい。あ、後ろ太陽出てきた。なんかでかいっすよ。お、神戸市が泳いでるやん、こいつ、すげえ。神戸スイムってやつ、あれやん、立てた。あれ、神戸スイム。え、俺の足の隠れたで。すげえ、やっぱ隠れたんやな、足の裏に隠れた。川増の旧市の滝やったからな、前確か。来ましたね、水量多しです。上側の普通だいたい左側しか水流れてないんですよ。右側も流れてる。てか雨直後になったら全面流れてたんでしょう、ね、高度感があります。やっぱりめちゃくちゃです。これ鹿なんですかね。イノシシとかもこういう固まった塊にふんあるじゃないですか。
どっちなんだろうな思って。今日は川から離れてこっちの謎の林道で行って下に続くか確かめてみたいと思います。これで行けばだいぶ繋がります。下右は荒れてるけど左が立派です。そうですよ。だってすげえ立派です。じゃあこれを下ってみたいと思います。この雑木林下っていきます。果たして道は続いてるんでしょうか。方角更新して多分炭焼き窯跡ですね。でも結構すごい綺麗な森ですね。なんかいい感じの、なんかいい匂いするけど。宮内滝の上上だと思われますか。なんかすげえ道に来ましたけど、お、あれ右が宮内。はい、あの掘ってます。稼働がプールみたいになってますこの下ちっちゃい。これ何なんだろう、この先何なんだろう。謎の道は続いてますけど果たして通じるんでしょうか。まあ、こんだけ立派な人の木があるから絶対繋がるやろうな。多分出ますね、あそこの杉林に。戻ってきましたよ。これ繋がった、全ては繋がった。この3階来ました。やっぱり戻ってきましたね。よっしゃ正解、正解うんこです。流れちゃったってことか。あー綺麗。千葉の秘境です。絶景絶景ですと言っておきましょう。いやそういうのなんかいいな。魚漁めっちゃ泳いでます。綺麗です。おいしょ。そこの端っこ温泉成分かみたいな感じで出てんそうや。なんかわ、なんか変な虫が絡みついてる。岩タバコだと思われます。歩く立派な川回しのトンネルです。モリアガエルの卵です。産んどります。スタート地点戻ってきました。程よい遊びです。今日は新たなルートを開発しました。あ、行っちゃいましたね。さよならさよなら、新たなルートを開発したよ。